ちょっと大人しく見てよ、俺の手。中林さんはドラマ。タイヤをドラバク。いや、その着順でドラマ中はやめようぜ。ドラバクだ。無理なんです。だってこうなる人だって。ロウソウ切って、あ、テンパになっちゃったんだ、本当だ。無理ですよ。俺はテンパに取らないで。いやー、チーピン切っとけば、これ、ふとし上がってたか。そう。ああ、なるほど。いろいろ。噛み合っちゃったんだな。うわぁ、メンピンドライチ入るかー、ここで。チームもチートみたいなのがいっぱい入ってた。そう。いや、ほんと、ひどいね、これ。いや、でもこれ、中林さん、これ。結構、ターン泣かないですか？ちょっと待ってくださいね。もう一回話し合おう。一旦中林になってみやるわ。じゃあみんな中林になってみて。はい、なります。3巡目パワー。泣くねえ。泣くねえ。泣くねえ。いいですね。で、切るねえ。で、はい、次が、張っちゃったねえ。あ、これ引くんですよ。張るねえ。満貫だよ、うん。めちゃくちゃ高い。いや、これかわいそうだね。いや、これ張んなかったらね、アシストも考えたいとこだけどね。あと 2つぐらい悪ければ多分チーピンとか浮いてたね。いや、そうなんですよ。そう、泣かせに行けたんですけどね。いや、俺は自分で泣かった方が早いだろう。漫画だし。でももうこれも泣かせに行けないっすよ。だって何泣かれたら終わりですもん。こんだけドラ持ってるのに下茶なぜか残響以上。そうそうそう、ウーピーチーピンは打てないか。そうか、打てないです。絶対打てないです。はい、シャンテンと信じてないと、はい、こんなとこからシャンテンは太志さんぐらいですよ。いや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 、だって僕は嫌でしょ。はい、振り込んだら嫌じゃないですか。まあ、取られても嫌なんで。まあ、確かに。確かに、ふとし思ったほど、そんな めちゃくちゃじゃないな。みんなで終わらせましょうと。うん、で、終わらせましょうのハネマンでして。で、僕、リーチ。カウンティ。まあ、しょうがないです、僕も。ああ、なるほど。はい、リャンワン、まあ、リャンワン行くか。ローピン、ロンなんだもんだって、中林。うん、てか、俺、ふとし、もう、ローピンシャンポンとかやめてよって思っててさ。うん、ローピン統一っぽいけど、さすがにリャンペンが残ってんやろうなと思ったんだけど。いや、これ、ローピン統一一数層とかで見えてたんだよな。街はさすがにリャンペンかみたいな。いや、それだから、それは太さんを、トンポンした時の太さんをちょ甘く考えてるよ、みんなは。やっぱあるよ、これ出てくるよ。甘く考えてないからリャンペン出てくるんじゃないですか。おいさん。もっと甘く考えようか、じゃあ。甘く考えるとこれ出てくるですよね。あ、蘇天おじさんが。めっちゃいい街なんで、キューは。キューはいい街だね。はい。おめでたい。確かに。確か。シャンポン界の中では相当いいキューは。いや、でもそれ、親リーにパーピンとか打った後だからね、それ。打った後いい街になってんだから、それトーン泣けてね。いや、このトンポンも相当ガッツだな。ガッツだって。いや、こうなったら泣かないと。うん。まあ、親に刺さる以外は、まあ、嬉しいんで、頭羽の位置でもありますし、うん。一応、素点もめちゃくちゃ高いし。はい。いや、12ポイント惜しいです。14ポイントか、リーボーあるから。うんうんうん。これは泣きそうな気するけどな。なっちゃった。泣かない？泣かない。あ、大石さん泣かないですか。泣かない。あ、いや、もうなってないよ、このパイシーに俺。9万も安牌だしな。なんか道中、別に僕には打ってもフリートップだから。うん、道中はそうだね、うん。道中はそうだね。え、でも泣かない方が選べるじゃん。あ、最初から泣かない、あ、最初から泣かない方が振り込めるじゃん。これだって種類、太さん、5種類しかないんだもん、トイトイだから。うん、さ、そう。打っちゃってもいいと思ってるよ。中林さんはトーンは？いや、泣けないな。本当にキワキワって言っちゃいたくなるな。もう節目に任せたくなりそう。うん、うん、そう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 。わざわざ節目の手止めちゃう、止めちゃうというか、節目の手が上がれなくなっちゃうのはやばい、うん。めくり合いがどんぐらい強いのかわかんないけどな。確かに。うん、なんかパーピンが別に節目に打つならいいし。でも、太志さんの場合は、太志さんの立場になれば、2対1なわけじゃん。うん、中林ももう上がれそうだし、両サイド対親なわけじゃん。14ポイント。3人で親倒そうぜみたいな気持ちで。でも俺が親言ったらバカじゃないってなっちゃいそう。そうそう、それそれそれ。俺は親に打ちたくねえんだ。他が親に打つにいいんだけど、うん、まだまくらんねえから、うん。俺が親に打つのだけ。積もられてもまだあんまりまくられないから、漫画でも並ぶぐらいだから。うん、でも俺が打っちゃうと、なんか、ね、すげえ逆転されんの、逆転された後の未来って相当両脇が上がる確率もあるし、伏せられちゃいそうだし。ポンしたいな。俺がパーピンでワンツー打つのが嫌だな。ってなっちゃうな、俺もそうですね。うん。で、ソテンの方が偉いってことか。ソテンとなんかトップ率もめくり合い、自分追加した方が高い気がしちゃうんだけどな。
あ、そう。アジュンセイのトップリスだけで見ても。Q1 が出た時、Q1 ならね、うん。そうですね。マチは Q1 は相当強いんで。うん、このパーピンさん、大井さんに通れば、大井さんがパーピン当たりだった時だけ損するけど、それ以外はなんか泣いて、そんな損じゃないようなっていうイメージで、僕に当たりだったら、まあ、それはそれでいいし、みたいな。その後の未来もあるからな。その後の、ポンポンした後、Q1、Q1 で降りれるのか。そうですね。何かしらではやめるかもしれない。なるほど。ねえ、残り飛ばないとかだったらね、まあ、泣くか。じゃあ泣いた方がいいのか。Q1、さすがに持ってなさそう。中林さん、それは安直ですよ。中林さん。僕はそれでも泣いた方がいいと今思ってないですよ。キルファンが6回もあって、それは。足りなくなりそうなのかな。なんか、まあ、素点は僕ちょっとおまけぐらいで、普通に自分が賛成した方がトップ率上がるんじゃないかな、みたいな気分ですね。うんうん、その後のリャンマンとかも気合押ししてますよ、太志さん。パーピン行って、リャンワン。まあでもリャンワンは行くんじゃないですか。はいはいはい。リャンワンはなんか行きそうっすね。こうしたら行きそう。ついで、もののついでだっつって。はいはいはい。ちなみに、12巡目、リャンゾー。中林さんが心折れたとこですか？そうです。太志が打ち込んできて、で、不思議は嘘を取ってる。どうなんですか、これ。いかないですね。この何も感触のない缶ローピン。感触は全然ないですね。めっちゃ太しローピン、統一っぽいぜ。統一っぽいですね。ツーピンパーピンってらしいですよ。むちゃくちゃローピン統一に見えてて。で、シブは条件考えたら、こっち赤さんだし、ドラ持ってそうな気はするね、ちょっと。まあでも、メンピンでもリッチするか。はい、メンピンでもするから分からんか、そこは。うん。そこは分かんないですね。で、ローソ4枚見えで、いやー、でもこれは僕は降りそうだな。降りる。何切って降りるんだろう。です、うん、3万切んないのかな。今、ふとしが降りそうって言ってなかった。漫画貼ってるこの手を。確かに。降りそうです。ふとしも降りる。あのふとしが。ふとしも降りる。ふとしが漫画を貼ってて降りる。赤さんで、うん、じゃあ降りよ。じゃあ、ふとしが降りるってよっぽどのことが起きなかった、今。漫画貼ってんだよ、こっち。うんうん。赤さん。街悪いですしね。街悪いですよ。どの口が言わない。普段言わないですね。いや、違う。Q1 はいい街なんで。Q1 はね。普段関係ないじゃん、街ガッツじゃん。ガッツで押してる。いや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 。これガッツやりすぎ？ガッツ出しすぎだよ。超越してますか。これ超越してんの。これはじゃあ無謀ってやつだ。ガッツじゃなくて。だね。これやっぱりパーピン、ポン出しパーピンですよね。ここはやっぱり相当、ね。まあ、ローピンとりあえず確定ですね。気合の感知ピンはない。ああ。白パパ。感知ピン。白パパから4行って感知ピンにした人はなかなかいない気はするけど。そう、まあ、あるか。したいって言って。ありますね。あるんだ。あるけど、おかげリーチ入ったから、もうローピーはじゃあ、ちょっとシブでパーピンにしとくかみたいな。ありますね。まあ、ナックは、ね、ガッツだね、それは。それだとトンポンしないか、するか。でも、太しですからね。うん、それだと突然街めっちゃ悪くなるし、なんか気分を害すな。うん。メリットないな、これあまり。折りで。まあ、折りで。太しも目を上げる手でしたね、これは。OK、じゃあ、こんなとこですね。はい。